おはようございます。よろしくお願いいたします。昨日京都ありがとうございます。ありがとうございます、はい、また昨日はお相撲で飲んでみんな陽気でしたね。昨日は10人ぐらいでパー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 何を喋ったか今日はなんか紀宏さんと米朝首相の100年目に あんな質問されると思ってなかったから結構突っ込んで質問してきたから、私も知ってることは答えないから。いやいや、そういうのがいいんですね。彼は今日は来ませんかね。え、今日はなんかやっぱ鶴子師匠が取りになってそっちを蹴ってこちらへ来て、リコー君も来てました。リコーさんも夜席で来るっつったら、いいんですかっつって、はい、これなんか江古田のケーキ屋さんなんです。パテスリープラネッツって、もうアイスクリームとかもよく食べに行って。あ、そういうところ。あのケーキも売ってますし、アイスクリームも楽しみです召し上がっていただいて、ビールもございますので。あります、あります。もう飲んでいただかないと、あの持って帰るのも重いもんですから。昨日いただいたね、はい、あのドラ焼きの、はい、あれ娘さんが王子に住んであるらしいです。ああ、そうですか。だから娘さんが並んで買ってたやつ。そうそうです、並んで買うんです。黒松、有名なところで、あれやっぱ美味しいですね。僕も夜帰ってまた、僕は行列閉めて食えた、酔っ払って帰ってうちであれを食べて。あ、そうですか。王子ですから、ですから一駅ですかね。なかなかもう売り切れちゃうんですね、すぐに。楽屋見舞いやなんか芸能人の方もね買ってくんで。いや、まあなんかあった方が、何もないよりはこれ優しいでたくさんいただいて。お酒も来た、喫茶もから、ね。どこ行ったの？まあ、お姉さん、おはようございます。おはようございます。お世話になりました、この人。いや、もう今日帰ってね、一緒に帰ってもいいけど。はい、帰ります。送ってくれるの？え、車で送ってくれるの？送りません、今日車じゃないもの。じゃあ先帰ります。まあ、ありがとうございます。年季の入った太鼓ですね。これちょっと40年前で、ね、まだ二つの自分で、あの、ね、あれ、あの頃と行状変わらない時に、うん、まだ真っ黒でしたね。いやいや、お酒を飲むとチューチューする。なんすか。チューチューする。飲むとご婦人の襟足にチューチュー。肩もんだり。今聞いて分かりますか。あ、どうぞどうぞ。後ろは5、6歳の時、あの時は、いや、女の人の注意してばかり。え、まさかそんな5、6歳の知らないよ。いや、そんなすごい幅広いですね。幅広い。それもう40いくつになって。あれから40年ですね。ああ、早いですね。中島さんっていうお宅 で、はい、で僕も中島で、ああ、そう、同じもんだ、同じもんだ、丸い立花だ。え、じゃあ同じ文系、文系ってことある。先祖が同じかもしれない。毎月もらったんですよ、頭の新品代表です。ああ、そうですか。神田明神のね、自己代表だったから作ってます。1回か2回しか来ない。いや、神田明神の自己代表ってすごいですね。中島カメラって、ね、戦前からのカメラで。へえ、うん。戦前の頃は、あそこのおじいさんが、おじいさんが中島さんですね。だから、あの敷地に500坪か1000坪くらいあるんだな、まとめてたと思う。そこもすごいけど、愛さんとこもすごい。お金持ち。いや、どこ。ねえ、過去の栄光でございます。いやいや、そんなことない。おつらみしましても。いや、そんな。見る影もないです。お恥ずかしい次第です。鶴子師匠聞いてました、あの、むつ行って。あ、そう、中島家って知ってますかって、まあ、運転手さん、ああ、知ってます、知ってますって。まだ古い人はね。いや、古い運転手さん、はい。お
若い人わかんないよ。福村さんの落語会に一問でたまたま流れていった時に、はい、あのパンフレットのそのいろんな焦点のあれがずーっと何ページもありましたよね。すごかったですよ。スポンサーの、あの協賛者の。そうか、2つ目昇進、趣味昇進したときかな。これが新チームのとき、新指導だね。入ったらしゃい。東京音大なの？東京音大。すごいね。音感いいんですが、芸者ワルツが叩けないってですか。いやだからあれはいやいや、ちょっと不協和音の叩き方らしいんです。前座会で芸者ワルツをっつってで下手な人ほど叩けるんです。いや本当です。でも叩けなくて、おいっつって、な何かあの嫌な、あな、なんて言うんでしょうね、絶対音感の人にとってこう耳に触るそういう曲ってね、ゲイシャワルツ。普通に叩かすね。叩けないんです。いやもう叩けないんじゃない。叩けない。今はあと有吉彩さんが書いて、あ。ランです。でさっき弾いたんじゃないの？さっき弾いて。なんだそうか。後期は叩いたのかしら。あら、あら、あっしょ。おはようございます。目覚めです。まあどうしたんですか。飛び入りで。あら、YouTube ショーも撮ってんのか。あ、そうですか。こういう人がするとね、詐欺増えてきたからすると出番がないのに来る人がね、危ないんだよなんか変な悪口言えない俺はまだ持ってたらしい。あ、そうか、タロアンちゃん今日来なかった。そう、今日は来なかった。もうこれできたらアウトですよね。だからね、いよいよあれだね。じゃあまあそういう人が増えてきましたの で、この辺で終わらせたいと思います。今日来てる人はまともな皆さんで私はまだ大丈夫です。それでは清弘亭楽屋の千秋楽より失礼をいたしますさよならガチャ。